なんで五条家と善院家が仲悪いか知ってる？当主同士がね、御前試合で本気でやり合って両方死んだの。その時の当主って、僕と同じ陸眼持ちの無加減呪術使い。ちなみに相手の術式は徳佐の影棒術。僕の言いたいことわかる？だからってあんたに勝てる術師になれるかよ。